プロ野球パリーグ試合結果。楽天がハムに5対1で勝利。ハムは楽天にホームランを打たれやすいイメージがあるね。ハムと楽天ヒット数は12本と9本でハムの方が打ってるという事実。日本ハム先発鈴木、楽天先発岸。鈴木は先頭でホームラン打たれて動揺したパターンだろう。鈴木投げると守備長くなるんよな。鈴木は先発よりロングリリーフだな。エイト君はあかんかったな。エイトは来季は厳しいな。エイトには謎の力が働かなかったな。今年4度目の先発に初めてホームラン打たれなかった岸。岸、来週まで疲れ取れるんかな。次回岸は週末カードになるんだろうな。則本まともに打ち取ったのが一つもない。則本いなくてもリリーフ回ったし先発にしていいよな。しかし則本劇場厳しかった。マジでタミヤしかランナー返せないやん。タミヤ手首の返しとかほんと近藤だよな。とりあえずタミヤは全試合スタメンで頼むわ。新庄先頭打者団だった。小郷いいな。小郷しかも初球。小郷やるな。浅村さんスリーラン打ったのかい。浅村のホームラン嬉しい。浅村目覚める。浅村も調子良いね。ソフトバンクがロッテに6対0で勝利。今年のホークス打ち合い野球はマジで見ていて楽しい。先発西野はソフトバンクの中軸に警戒しすぎだったな。スキー8か。いいな、ホークス強くって。ロッテは6連敗なんだ。今日はロッテから去年の勢いを感じなかったな。だってどうしたんだ、淡白すぎる。ソフトバンク先発大津、ロッテ先発西野。大津の魔球はそう簡単には打てんよ。大津が落ちる球覚えたら無双する。大津マジでエースになれるだろう。藤井が復調してくれるのは頼もしいな。藤井簡単に終わらせた。石川テンポいいよね。石川なんかストレートの質も取ってないか。石川はこの使い方ありだな。今日の西野はいつもより少し制球が甘かったな。西野ボール球多かった。ロッテの投手の中じゃ西野が一番良さそうだけどな。山川ツーランいいで。山川獲得してよかったな。なんやかんや仕事する山川。柳田おじさんさすがですば。チームへの貢献を第一に考えてるような柳田さん。近藤さすがすぎる。山川が打つと近藤が打たない。山川が打たないと近藤が打つ。やっと栗原上がってきてるな。栗原マジ完全復活やん。西武がオリックスに3対1で勝利。西武の投手力はガチや。生寿司球がほとんどもらえん。西武が元気になってソフトバンクを叩いてくれるならまあいいかと思える。西武の勝ちパターンがよくわからん。西武先発棒高橋、オリックス先発カスティーヨ。坊ちゃんだよ。杉坊ちゃんは5回が限界なんかな。アブレイユ安心できるね。アブレイユ来年残ってくれるかな。カスティーヨ6回3失点だし最低限試合は作ったよ。カスティーヨはやっぱええ投手やん。サチヤの穴はカスティーヨで埋まったな。阿部まだ勝ち系統にはちょい物足りないけどしっかりした投球やな。阿部ちゃんこのくらい毎回やってくれたら安心なんやが。井口はロングもできるし使い勝手良いな。井口は火消し以外はそれなりに仕事できるな。さすがおかわりくんさんのタイムリー。そして久しぶりの先生。おかわり調子いいな。おかわりさん50まで現役頼むさ。アギラーよよくか。アギラーのタイムリーってかなり久々。4番アギラー大正解。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますのでチャンネル登録をよろしくお願いします。